はい、Vlog で、2日連続東京都の、感染者数が100人を超えました。で、今日は多分日曜で病院がお休みで、月曜の検査結果っていうのは下がるんじゃないかなと思うんですけど、数が。それは病院が少ないからっていう理由だとは思うんですけど。で、多分もう感染爆発は止められないと思うので、これからどんどん増えていくっていう段階にはもうなってるんだとは思うんですけど、なので、もうここからは、もう自分のやっぱり命を守る行動をしないといけないって思ってます。なので、ここから多分1ヶ月か2か、1ヶ月間、もし長かったら2ヶ月とかかもしれないですけど、とにかく人と接触しないようにっていうことをしていかないと本当に危険かなとは思うので、本当、なんだろう、医療崩壊、オーバーシュートって言われてますけど、多分ここから1ヶ月2ヶ月は東京は多分地獄を見るんじゃないかなとは思うので、で、医療崩壊したら、あれですね、患者さんが多すぎてお医者さんが命の選択をしなくちゃいけなくなると思うんですね。多分重症者は助かる可能性が低い人は治療がこう優先的にできなくなるっていうことがあり得ると思うんですね。なので、もうとにかくこの1、2ヶ月で、こう1、2ヶ月っていうか、感染がピークの時にかからないこと、自分自身が。もし、まあかかりたくないですよ。かからないのがベスト。で、もしかかるんだったら一番最初か、一番最後の方にかかるしかないなと思ってます。はい。一番ピークの時にかかっちゃうと、本当に医療体制が医療崩壊してると思うので、助かる人が助からなくなると思うんですね。で、その状態で多分すごい重症化とかすると、おそらく医療が受けられないっていう可能性があると思います。お医者さんがこう選択をして。なので、本当にもう今からは本当にかからないようにして、注意して、1ヶ月間、2ヶ月間ぐらいか。もう本当家に、まあほら、必要なのは出ますけど、こもるぐらいにしようかなと思ってます。1ヶ月、最低でも1ヶ月ですよね。で、まあ長かったら2ヶ月だと思うんですけど、まあ必要なのは出ます、もちろん。でも本当に今はちょっと自分の命を守る行動をしないと、そうですね、絶対もう次のニューヨークとか言われてますけど、本当あり得るなって思って、はい、るので、とにかく多分みんながみんな自分の命を守る行動をすると、感染が無理にというか広がらないと思うんですよ。なので、多分みんながみんな今はもう自分のことを考えて、自分の命を守る行動をすることが大事なんじゃないかなって、はい、思ってる今日この頃です。はい、って感じでした。もちろん必要なのは必要っていうか、外に出るときは出ますけど、最低限にしようかなと思ってます。はい、もうちょっと正直、シャレになんないですね。はい、バイバイ。